ちとのんびりという真反対の、部分も、そこね、ぐーたらホワイトライオンとせっかちホークでは矛盾対決をしたらどちらが勝つと思いますか。矛盾対決、はい。え、せっかちになることないですか。せっかち、なんかイライ、なんか待たされるとイライラするみたいな。ない、うん、あ、でもカップラーメン待てない。え、あ、え、待てない待てないと、え、うん、3分なんかお湯入れて1分ぐらい経って蓋開けて、はい、なんか箸でツンツンしたらお前柔らかくなるんだろってツンツンしてギシャギシャギシャってやってクソ硬いまま食べるみたいな。お前柔らかくなるよねって言って食べて、あ、ちょっと硬いわみたいなのある。いや、せっかちやんいや、それは待てるわなんか箸でぐしゃぐしゃしたらこいつ柔らかくなるんじゃねえかなみたいなのがあるのよ、私の中で。そうやるんだけど、はい、いつも硬いみたいな成功した試しね。しかもそれで麺もね、実はね、そう、硬いままやるとちぎれるからなんか でも猫舌だから食べるの時間かかるのね、はい、食べてるとちょうどよくなってくるいや、でも最初あ、柔らかくなってきたみたいなそれでもせっかちだな。せっかち、のんびりではない。ぐーたらぐーたらではない。食べ物に関しては結構せっかちかも、はい、あ、食べ物だとあれか、私多分こだわりが強いから、うん、ゆっくりになるのかな。本当にだからバイキングとか行っても、はい、あの一気に持ってきちゃうから、はい、1回で終わっちゃうみたいな、うん、なんかちょっと入れて食べて もう1回行って行けばいいのに、もうその時にもう本能のままに食べたいものを一つの皿に全部盛るからいや4人で行った時そうじゃなかったですか。そうだったよね、確か、はい、あの、バイキング多分渡辺先輩とコロさんは、うんうん、なんか少しずつ持って何度か行くパターンで、そうパターンなので、ワタン先輩と私はガッツリポンって、うん、ガッツリもう2皿ぐらい使ってもう食べたいものだけを入れたやつをもう一気に持ってくるタイプなので、最後のもうお腹いっぱいでゆっくりゆっくりなるスピード落ちるっていうそうだった。そうなのよそこはじゃあ合ってる合ってる。だからそれはせっかちだよね、はい、だからゆっくりもうね、行きたい時行けばいいのに、うん、バイキングなのにっていうやつ、はい、じゃあなんか真反対ではなさそう。なさそうでしょ。え、じゃあなんかちょっとホコタテは、うん、まあちょ完結せずという完結せず